あっちの方で誰かが言い争ってる声がしたぞ。何かあったのかな。見に行って。先輩、俺たち長年の付き合いでもう本当の兄弟みたいなもんだろう。俺は真剣なんかで勝負したくない。何をひよっている。私と君、勝者はどちらか一人のみだ。さあ来い、我が弟弟子忠常よ。え、こいつらなんで急にこんな路上で戦おうとしてるんだ。なんだ、通行人か。君たち離れててくれ。我らこの一刀流の直弟子はここで勝負しなければならないのだ。剣術のことを知らない者は邪魔しないでもらおうか。うわ、理不尽だな。道を塞いでるのはお前たちの方だろ。それに剣術を知らないだって。剣術のことならこの旅人は超一流なんだぞ。何、そうか、また資格を奪いに来たやつだったんだな。先輩、ここは一時休戦してまずはこいつを追い払わないか。ああ、私も異論はない。学ばせ願いたい。え、どうなってんだ。なんでこっちに向かってくるんだよ。旅人、気をつけろ。このたった一つの資格は我らこの一刀流が手にする。風を知れ。ただの通りすがりで、別に資格とやらを奪いに来たわけじゃないからな。ああ、先輩、今のはどういうことだ。この若者、たった数手で俺たち二人をここまで追い込んだぞ。今度こそこの一刀流の名を世に知らしめる機会だと思ったのに、まさか会場に足を踏み入れる前に頓挫するとは。忠常よ、もうよい。このような結果になったのは私たちの力不足がゆえだ。師匠は常に上には上がいるとおっしゃっていたが、私たちはその言葉に耳を傾けてこなかった。おそらくこのたった一つの参加資格証は私たちどちらの手に渡っても同じ結果だっただろう。待て待て、お前たち何の話をしてるんだよ。それにさっきまで喧嘩しようとしてたよな。二人とも誤解させてしまいすまない。私たちは剣術流派この一刀流の弟子でな、さっき戦おうとしていたのは演武伝心剣術大会への参加資格をかけてのことだったんだ。この大会は剣を学ぶ者にとって特別な意味がある。それにこの辺りは人通りが少ない。さっきはてっきり大会の参加資格を奪いに来たものだと思ってしまったんだ。誠に申し訳ない。待ってくれ。もし君たちが目覚めさせてくれなかったら、私は自分の力不足に気づけなかっただろう。ああ、確かにそうだな。君と戦って俺は初めて気づかされた。剣も心もまだまだ精進する必要があるってことに。先輩、一つ提案だが、この参加賞を彼女に譲らないか。ああ、私も異論はない。真の剣術の使い手こそ演武伝心の会場に立つ資格がある。私たちはまだまだ鍛錬が足りないようだ。え、つまりお前たちの代わりに旅人に大会に出てほしいってことか。参加するかどうかは君自身が決めてくれ。この参加賞は今の俺たちには意味がない。じゃあな、いずれまた会おう。行っちゃった。残されたこのなんちゃら大会の参加賞だけど、どうしたらいいんだ。どれどれ、
演武伝心剣術大会社奉行主催、うん、見たところ社奉行がやってる大会みたいだな。神里屋敷に行って聞いてみようぜ。旅人にパイモン、久しぶりだね。あいにくシャブギオ様もお嬢様も今日は公務があって屋敷にいらっしゃらないんだ。いや、今日はあいつらに会いに来たわけじゃないぞ。シャブギオが開催する演武伝心剣術大会について聞きに来たんだ。おや、もしかして大会に申し込みたいのかい？申し訳ないが、今回は希望者が多くてね。参加資格証は先週のうちに配布が終わってしまったんだ。ただ最後の模擬試合の観戦権であればなんとか入手できるかもしれない。いやいや、誤解だぞ。実は今日たまたま参加証を一つ手に入れたんだけど、まだ参加するか迷ってて、だからここに聞きに来たんだ。でも今の話を聞く限り、この大会ってかなり人気みたいだな。ああ、演武伝心はもともと稲妻の歴史ある剣術大会でね、参加することは武人にとって自身の実力を測る絶好の機会で、そして栄誉でもあるんだ。しかも将軍様はこれを機により多くの人に剣術の魅力を知ってもらおうと、今大会では新たな要素を取り入れた。町民たちもみんな興味を持っている。旅人、参加証を持っているのなら大会に参加してみたらどうだい？せっかくの機会だしね。おっと、そうだ、今日初めて演武伝心のことを聞いたのならまだ知らないと思うけど、お嬢様は滅多にない機会だっていうのに何をためらってるんだ。演武伝心に参加できることを誇りに思わないのなら参加証を持ってる必要もないだろう。それを欲しがってる奴は大勢いるっていうのにな。広達、口を慎め。客人に対する口の利き方じゃないぞ。マダラメさん、別に彼女たちを侮辱してるわけじゃない。むしろこの旅人のお手並みを拝見したいと思ってるんだ。神里屋敷のものであれば全員君の名を知ってる。お嬢様も君のことを高く買っていてな、さぞかし立派な英傑だと思っていたんだが、見たところ大したことなさそうじゃないか。気迫も感じないし、剣の腕もおそらく平凡なもんだろう。でなきゃとっくに参加を決めてるはずだ。言葉が過ぎるぞ広達。旅人は武家の出身ではない。考え方も違うだろう。それに気迫や剣術の腕は必ずしも試合でしか見られないものじゃない。なんなんだ、今日出会ったやつらはどいつもこいつも口が悪いな。ふん、お腹が空くこと以外でオイラが一番嫌なのは、知りもしないやつに旅人のことを軽く見られることだぞ。でもお前のことをよく知らないのに気迫も腕もないだなんて、オイラさすがに頭にくるぞ。こいつに嫌なあだ名をつけてやる。よし、お前は見る目なし野郎だ。減らず口を。腕前は口先だけで証明できるもんじゃない。このヒロタスは正真正銘の武人だ。ホラを吹いて名声を得ようなんてことはせん。じゃあな、俺はこれで失礼させてもらう。はあ、旅人、本当に申し訳ない。広達は思ったことを何でも口にする人なんだ。
前の腕を見せてやろうぜ。開催は2日後で会場は離島だ。さっき伝えそびれたけど、今日お嬢様は離島へ向かい、柊千里様とこの大会について打ち合わせをする予定になっている。そうだったのか。なら離島へ行って彩香に会いに行こうぜ。ちょうど演武伝心についてもっと聞きたかったからな。旅人さんにパイモンさん、お久しぶりです。最近は稲妻にいらしたのですね。おう、実は演武伝心剣術大会に参加することになったんだ。彩香が離島で準備してるって聞いたから様子を見に来たぜ。ちょうど紳士代行のお仕事の話が終わって、旅人さんなら演武伝心に興味を持つんじゃないかと話していたんです。そこにあなたが現れるなんて、なんとも奇遇ですね。紳士代行？なんだそれ。え？知らないのですか？彩香さんの手紙を読んで稲妻に戻られたのでは？ん？手紙？何の手紙だ？あ、いいえ、気にしないでください。パイモンさん、紳士代行について知りたいのですよね。そうそう、それって何なんだ？紳士代行は演武伝心の特殊な役割の一つです。これについて説明するには、この大会の由来も話さなければなりません。演武伝心は稲妻の古き伝説から始まりました。伝説によると、遥か昔、稲妻で剣術を極めた武人は将軍様と謁見ができ、手合わせをする栄誉を得られたといいます。しかし、将軍様の実力はあまりにも人間を凌駕したものです。直接武人と勝負すれば勝敗は一瞬で決してしまいます。そこで将軍様は自身の眷属を武人を導く使者として使わせました。その手合わせで使者は武人を援護し、二人で将軍様と戦ったのです。将軍様は演武という形で自らの技と稲妻を守る意志を民に伝えたことから、この大会は演武伝心と呼ばれるようになりました。その後、演武伝心の伝説は剣術大会へと姿を変えます。神が技を授ける手合わせも大会の最後に行われる模擬試合となりました。これを通じて後世の人々は演武伝心の由来や武芸に込められた意義を理解するのです。大事な演目みたいだな。そうですね。模擬試合では将軍様が自ら参加することはありません。しかしながら、神の威厳を示すため特別な使者を使わし、自身に代わって参加させます。武人役を演じるのはもちろん大会の優勝者です。神の眷属役は官僚出身の剣士が演じます。そしてこの役割を紳士代行と呼ぶのです。今回、私が紳士代行を務めさせていただくことになりました。そうだったのか。この大会が人気な理由がやっとわかったぞ。彩香は稲妻の人たちの間で大人気だもんな。そうですね。白鷺の姫君は祭祀などの儀式に出席はしますが、その優れた剣術を間近で見る機会はそうありませんから。開催するには影響力のある方に広報大使になっていただかないと、と将軍様はおっしゃいました。ですから紳士代行の役割が務まる人は彩香さん以外いません。あ、こちらは八重堂の小野寺さんです。
さまざまな祭事の企画を担当していて、私たちの助っ人でもあります。彩香さんに紳士代行を担当してもらうのも彼の提案です。他にも対象者の拡大や話題作りの面で彼はさまざまな提案をしてくれました。大会の人気を一気に高めてくれたのでとても助かっています。お、これぞプロってやつだな。でもその案って具体的に何をしたんだ？もう少し詳しく知りたいぞ。対象者の拡大というのは、より多くの人に大会に参加してもらうことです。今まで演武伝心の参加者は稲妻の剣術流派に属する人でなければいけませんでした。しかし今回は国籍や身分を問わず、武芸の心得さえあれば誰でも参加できます。また試合で使用する武器も片手剣だけではなく近接武器で、長さと重さが大会の基準を満たしたものであれば問題ありません。それから話題作りについて、私個人の経験で一番有効的な方法は投票を行うことです。はい、紳士代行は模擬試合で華麗な服を身にまといます。以前は将軍様が衣装を指定していましたが、今回は将軍様の許可を得て選択権を観客に委ねました。皆さんは春王や秋王など四季の風物詩をなぞらえた衣装の中から選んで投票します。神里さんには最も票を得た衣装で模擬試合に参加していただく予定です。投票は大会当日から始まりますが、うちの使用人たちは衣装がどういったものになるのかもう話し合っているんですよ。神里さんが紳士代行を務めることに応じてくれたおかげで、これらの案は成立しました。もちろん神里さんにとってこれはかなりの重圧であると理解してはいますが。お気になさらないでください。剣術の普及に役立てるのなら私にとっても光栄なことです。それに小野寺さんが大会のために力を尽くしてくれていることは誰もが認めていますから。そんな褒めすぎですよ。さて皆さん、私はこれから帰って投票の準備をしますので、お先に失礼します。旅人さんにパイモンさん、せっかく来てくださったのですし、ここの環境に慣れていただくためにも千里さんと一緒に会場までご案内しますね。やった、早速行こうぜ。立派な会場だな。本国観察にこんなところがあるなんて知らなかったぞ。ここは勘定奉行の室内訓練場です。今回は千里さんのおかげでこの会場を借りることができました。お気になさらないでください、彩香さん。お役に立てて私も嬉しいです。佐藤、あれはなんだ？あれですか？旅
び人さん、あの、少しよろしいですか？どこから話せばよいのでしょう。やはりあなたの目はごまかせませんね。実は紳士代行を担当してもらいたいという話をいただいたとき、本当は少し不安だったのです。小さい頃から公の場に顔を出してきたとはいえ、剣術大会の広報大使として、しかも華麗な衣装を着て演舞に参加することは、これが初めてです。過去に紳士代行を担当してきた方はどなたも稲妻の官僚で剣術に精通しているお方でした。その方々と比べて私はまだまだ未熟だと思っています。この役割をちゃんと果たせるかが心配で、だから手紙を書いてあなたの意見を聞こうと思ったのです。はい、承知しております。しかしだからこそあの手紙を出さなかったのかもしれません。今まで何度も助けていただいて、悩みもたくさん聞いていただきました。でもいつもあなたばかりに頼っていたら、まるで負けたような気がするのです。友達なのにおかしな考え方でしょ。ありがとうございます。でも今日あなたも大会に参加することを聞いてとても嬉しく思っています。あやかって、あれ、二人とも何話してたんだ？旅人さんが大会に出ると聞いて嬉しいと話していたのです。彼女の稲妻での人望をもってすれば、大会の知名度もますます上がるでしょう。こいつが出れば絶対いい試合になると思うぞ。パイモンの言う通りですね。私もあなたのご活躍を楽しみにしています。もう遅いので私と千里さんはお先に失礼いたします。お二人ともここ2日はゆっくり休んでください。また大会当日にお会いしましょう。